リームウェブサイトをご覧の皆様、アンダーバーです。アンダーバーです。キーボードの丸です。ベースのゆうたろうです。どうですか、この東京タワーです。このデートしてるようなね、この はい、アンダーバーはね、12月17日にセカンドアルバム、リテラシーを出すんですけども、はい、どうですか、どんなアルバムですか。いや、いい作品になってますよ。どんな作品になってますか。ジャケットにもあるんですけどね、小説がファーって、鳥がファーって飛んでるんですよ。なんかね、全部聞くとね、小説を一冊読み上げたような、ね、そんなのほほん。それ今回よく言うよね、うん、あんまそんな感じしないんですよ。うそ、はい、あの歌詞カードとかね、ちゃんと、うん、あの結構言葉遊びとかもしてるんですけど、テキストのコピーだけでは表現できないような、印刷する意味がある歌詞カードになって、はい、いますね。その全てをそういう感じでビジュアルで表現して、それをちゃんとパッケージしてるので、まあ、楽曲だけ聴きたい方は YouTube でどっかでサイトでいいと思うんですけど、ちゃんとその意味を知りたい人はそこを開いてもらえれば、そこにこういろんな新しい世界が広がっています。はい、広がっています。のでぜひライブでもね、なんかそれを思わせるようないい演出を考えているんですけども、ちょっとどうなるかわからないですね。ライブもありますよね、ツアーとかね。ライブもあります。2015年になりますか、1月から。今年ないですか。今年はない。ないですね。1月まで待っててください。1月の30日ですよね、東京ですか。はい、はい、ファイナルは東京ですね。1月の30日でいろいろ今流れてると思うので、テロップでね、近いところにぜひ遊びに来てくれ、遊びに来てほしいと思います。お願いします。ということで、ということでアンダーバーでした。